高宗は南僧の初代皇帝。北僧の第八代皇帝であった紀宗の旧男。大宗の血統では最後の皇帝となった。北僧時代には皇王に作法され、成功元年には大元帥に任じられている。翌成功2年、金軍の侵攻により、父である紀宗と長兄の金宗、そして聖母の意見妃、妻の帝氏らが金軍により、 北方に連れ去られる成功の変が発生した際に南京へ逃れた。その地で、秋ラ州の皇后であった元夕皇后を利用し、その使命を得て皇帝に即位した。これが南宋の起源である。しかしこの即位の手続きについては、宮廷の一部から、その正当性に疑問があるとされ、即位した定義は宮廷で確立したものではなかった。このため 金層を金側が相関させようと申し出てきたときも、高層は、定位が動揺すると考え、帰国を許可しなかったとされる。その一方、制裁の軽視に関しては、積極的であったが、願いは成就しなかった。金人は高層に屈辱を与えるため、母の意見比、妻の啓示、及び娘の長仏、優、長親優の4人を、新井院と呼ばれる金の皇族、 管理用の議論に送っており、警視は満州の五国城で病没した。その後、五市を広報に立てた。即位の正当性に問題があった皇想の地位は安定せず、国内では即位反対派による反乱、国外では金の南化など内有外患の時代であった。そのため、国内各地の移動が続き、昭光2年にようやく首都を臨岸に定め、 南宋の統治体制を確立するに至った。高宋は、金軍の南下を恐れ、和平派に傾いていた。昭和8年、和平派を代表する新海を最小に任用し、同年には、金と和役を締結することになった。このため、主戦派である学費と新海の対立を生み、昭和11年には学費が新海によって処刑されている。統治後半には、 金とサイドは牧場約を締結し、外敵の侵入を防ぐ一方で、江南の開発が進められた。皇太子である蝶が3歳で溶接した。皇宗には他に男子がなく、兄弟など、近縁の男子はことごとく金に連行されていたため、昭光32年に、大祖の系統の属子である蝶を立大使、同年に上位して、自らは大上皇となった。構想は、その後、 20年余りも余命を保ち、厚し広し14年に81歳で崩御した。構想は農書家で多くの書を残している。そのうち、寄礎文集序は日本の文化庁が保有し、国宝に指定されている。寄礎文集序は、昭二24年の書で、選定、寄礎の文集百巻に構想を自ら紹介で書した序文である。前半部分が失われ、 現在32行が存在している。書風は音楽で気品が高く、極めて自然に悠々と筆を運んでいる。構想は、皇帝権次に、米仏に学び、最後に二王を学んだと言われるが、この序文は、皇帝権や米仏の影響を脱し,し、当人以上の劇跡と評される、構想の代表作である。資本 縦2 7 4トル、全長1 3 7トル。養子高王時代に5人の娘がおり、いずれも成功の変に再始北移された。美高、高僧の時代、高僧の娘を自称する一人の老婦が南層に突然現れた。連行途中で脱落し、東本助に養われて、後世で成長したという。高僧は彼女の身分を認め、 文主の位を授けた。本物であるとすれば、安蔵秀姫、孔四秀姫、孔五秀姫の三人のいずれかである。県園、1127年から1130年、昭光、1131年の1162年。ありがとうございます。